はようございます。この動画は完成次第霧の良い時間に予約投稿予定なのですが、もしかしたら稲妻が実装された後だったりしてね。投稿主の脱出に期待。はい、ということで今回は多くのプレステ勢、そしてアカウント移行を考えている方へ向けた動画になります。ですので一部の方は必要のない動画かも、ということで本題へ入りますね。はい、稲妻実装からゲームアカウントをパソコンとスマホだけでなく、プレステも端末の壁を越えて、原神をプレイできるようになります。お、これは嬉しすぎますね。画面一つで良くなるし。まあ、作業とゲームでの処理を分けたいから、私は移行しないと思いますが、移行する方には、いくつかの注意点があります。で、その公式の説明文を見ても、よくわからなかった部分があったので、運営に直接お問い合わせして、答えをいただいたので、この動画を作っている感じです。はい、ということでアカウント移行についての動画スタート。QHPSN とみほよ通行証の連携とは何ですか？ AH アカウント連携とは、異なるプラットフォームの間でゲーム進捗の共有やゲームデータの引き継ぎを可能にすることです。該当する PSN アカウントにメールアドレスを紐付けした後、iOS、Android、PC 端末にそのメールアドレスみほよ通行証でログインができます。またもしくは、iOS、Android、PC 端末で利用しているみほよ通行証のメールアドレスを PSN アカウントへと連携することで、プライスタチオンにゲーム進捗を共有できます。米印連携が目的の場合、公式 HP などから新たにみほよ通行証を作らないようご注意ください。はい、これは読んで字のごとく、スマホ特区、プレステで連携可能ということで、そこでメールアドレスを使って繋ぎますよ、ということですね。で、PSN アカウントにメールアドレスで紐付けするから、PSN アカウントで使っているメールアドレスとは違っても良さそうだね。もちろん、同じメールアドレスでも使える感じっぽいね。急にどのようにアカウント連携を行えば良いですか？ A に連携可能な PSN アカウントとメールアドレスを紐付けることで、他のプラットフォームとゲーム進捗を共有できます。大体同じこと言ってるので、次行きます。あ、しっかり読むのめんどくなったので、要点だけ伝えていきます。まず、サーバーが違うとアカウント共有できません。だから、アメリカサバのキャラクターを、アジアサバに持ってくることはできません。つまり、アカウントの移行はできるけど、サーバーの変更移行はできないということみたいだね。ここで、豆知識ですが、原神はサーバーが違うとマルチプレイもできないので、英語を喋っていても大体、中国人か、韓国人か、台湾人ですね。あ、台湾を国に数えるかどうかは、グレーなので、とりあえず、台湾人って言いました。まあ、アジアサーバー選べばどこの国からでもできるけど、回線というかピングが安定しないのかな？で、連携すると解除できません。だから、プレステからスマホやククは問題ないでしょうが、スマホやククからクスンに連携しちゃうと、アカウントを変えたい時に、苦労します。あ、ちなみにアカウント売買をしなかったら、困る人はいないと思います。私の考えからいくと、プレステからスマホに連携できるようになれば、プレステからでもアカウントの売買ができるようになってしまう。これは、問題だと、判断したのでしょうね。技術的にはおそらく可能なはずで、コスト面でも問題はありそうですが、そのことも起因してそうな気がします。まあ、原神はリセマラも長時間かかるしな。そして、スマホとかのリセマラしにくくなったんだっけ？まあ、RMG 加味しなくても、リセマラは企業的には美味しくないのかな。白猫やモンストは、リセマラもダウンロード数に計算して、記念イベントをしていたみたいな話があった気がしたの懐かしいね。原石配ってくれるなら。というか、原神って今ダウンロードいくつなんだ？ 100 万刻みでなんかくれてもいいのに。まあ、100万刻みで配布してるソシャゲもあるよね。それから、アカウントを移行したとしても5つのプラットフォームでしか、機構が買えません。まあプレステとその他という感じかな。プレステで機構買っちゃうと、移行した後の端末では機構買えないから、機構を買う予定の人は、一番よく使う端末で買うようにしましょう。まあ、プレステから離れたら一生戻ってこなさそうだけど、どうなんだろうね。で、フレンド関連はプレステでログインしてるときは、プレステのフレンドも表示されて、他の端末だったら、原神内でフレンドになった人のみになるんだね。まあ、フレンドに関しては移行してから確認するのが早いと思います。文字で確認するより経験せよ、百聞は一見にしかず。あと、PSN のフレンドが、原神内フレンドの枠を超えちゃうと原神フレンド枠に表示されなくなるみたいだね。まあ、アップデートで今後調整されるらしいので、待ちましょう。フレンドに関しては、課題を残したまま、実装って感じっぽいね。まあ、今から言えることは絡みのないプレステフレンドは切ればいいと思います。
プレステは200人までフレンド作れるんだっけ？もったいない気がするけど、原神のフレンド枠は50人だからね。45だっけ？まあ枠が決まってるので、フレンド整理は大事ですぞ。というか、プレステはどうしてゲーム内フレンドのみを実装してくれなかったんだ。冒険ランク3のフレンドなんかいらんぞ。それから、プレステの特典武器と翼は、移行しても手に入らないみたいだね。で、逆に、プレステからその他の端末へ移った時には、翼は使えないし、剣も特殊効果無効みたい。特殊効果なくても、微妙だけど、特殊効果なかったらマジで見た目だけの武器だな。まあ、プレステから始めた人へのプレミアは残しておきたいんだろうね。それから、プレステのリリース記念アイテムをプレステに移行した場合もらえるようです。ですので、プレステから他へ移行した時にも特典がもらえるんではないのか、って期待しております。もらえる、もらえないにしろ、一回は移行してみる予定です。ちなみに、スマホとかの特典はこんな感じ。細かい、料理の部分が違って、ガチャ石の数は一緒みたいだね。これは、見ないとそんな情報かもしれませんね。さすがに、プレステの輸入だけの特典とかには、ならないよね。信じていいの？とりあえず、移行は一度はした方が良さそうという話でした。はい、私がお問い合わせしたのは、現在ホヨアバにアカウントがある場合、どうなるのか、ということ。確かに、どうなるのか気になりますね。レベルとかウェブイベントのために上げていたし。はい、結論から言うと、すでにホヨアバに登録している人は、アカウントが別途作成されます。で、メールアドレスは、現在のホヨアバのアカウントとの紐付けを解除すれば使用できるみたいですが、どちらにせよ、アカウントが分裂する形になるので、レベル上げや、いいねなどの履歴は、1からスタートになるみたい。さすがに、移行するならそっちをメインにせざる得ないよね。で、ログインボーナスは共有されるのかな？質問し忘れていたのですが、されるなら、マジで、移行しないと損になっちゃうね。正確には、ホヨアバが利用可能になるので、わざわざダウンロードする必要はないかな？まあ、当日確認予定か、情報を調べる予定なのでよろしくお願いします。はい、ということでまとめ。とりあえず、適当に移行について説明して、自分が運営より答えてもらった内容を話しました。特典については、ちょっと不透明なので、明日ちゃんと確認したいと思うので、よろしくお願いします。他に特典なんてあったっけ？わかる方よかったら教えてください。そういえばちょっと前にウェブイベントが来ましたが、嫌なタイミングでイベントするよなーって思ってしまったよね。プレステ勢は、どうせ新規赤になるのにってね。はい、ということで今回の動画はここまでになります。稲妻探索頑張りましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さようならだぜ。